What's up, ladies and gents? どうも皆さん、バンチャーテッドマーキュリーです。ヒットマン3エスカレーションムンバイ、やっていきたいと思います。レベル1、2、3。今回はダンサーの服装を使って暗殺していくミッションになってます。開始地点、ダンサーを選んでいただいて、まずアイロンを取る。で、まっすぐ行ってだな。ここ2人いるんですけど、はい、1人。で、持ち物、魚、コイン、ドリンクライザーから持ってきてください。で、ターゲットじゃない方をボックスに入れます。これ、ボックスに入れてください。ボックスに入れないと、後々ここ人が通るんですよ。そいつに見つかってしまって、死体発見、サイレントアサシンが取れませんから、必ずターゲットじゃない方をボックスに入れる。で、赤色のマークついてて、今この状態、サイレントアサシンじゃないんですよ。で、これなぜかというと、ターゲットに目撃されてますから、まあ、ターゲットはもう殺すんで、死人に口なし。はい、OK。緑に変わりました。脱出するだけ。で、今回のエスカレーションはね、これカメラ注意してください。レベル1、2、まあ、3までいつも通りあるんですけど、そこまでめっちゃ難しいってわけじゃないし、めっちゃ簡単ってわけでもないし、まあ、ほんと、ね、程よいというか、ちょっとずつ難易度が上がっていく、遊びやすいエスカレーションかなというふうに思います。で、コインを持ってきた理由は、このタクシーから脱出できるようにコインを持ってきました。これコイン持ってないと無理なんでね。タクシーなんで一応あれね、インドのムンバイのタクシー。レベル2、1人増えました。で、見つかってはいけませんって、まあ、それはもうね、一緒です。どちらにせよサイレントアサシン取りますから、まあ、一緒なんですけど、同じアイロン拾って、ここを開けて、それー、魚で、あとーらーで、死体じゃない方をボックスに入れる。死体じゃない方、ターゲットじゃない方ボックスに入れる。で、ターゲットを、そのまま殺す。で、これ殺し方、必ずエレベーターシャフトから落として暗殺しなくちゃいけません。このここから落とすとかじゃダメなんで、エレベーターから落とさないといけません。上に書いてると思うんですけど、タワーエレベーターシャフトって、まあ、これタワーエレベーターシャフトからダンプって捨てるっていう意味なんで、捨てると落とすとか、落とすように。で、その後このままこのパイプを伝って上に上がっていきます。1個目、2個目、3個目、ここで、ここにつきますとすぐにやつが来るので、ここで気絶。で、別にこれカードキー取る必要ありません。で、まっすぐ行くとファンがあるので、そのファンを直すじゃない、この機械をターンオフにするんですけど、まあ、これ僕完全にね、ターンオフにするタイミングが遅かったので別のやつの注意を引いてしまいました。もっと早くやるべきだったんですけど、すいません。また彼すぐに戻ってくるので、ちょっと彼が戻ってくるまで、ちょっと待つだけなんで、これちょっとスキップしたいと思います。はい、で、彼戻ってきてました。で、腕組んだらオフにする。で、すぐにオンにする。大気で、彼が確認しに来るので気絶させます。殺さないようにね、気絶させてください。で、気絶の方法は別に持ってきた魚で殴ってもいいし、アイロンで殴ってもいいし、普通に首絞めてもいいし、何でもいいです。まあ、今回僕はこの銃で気絶させましたけど、何でもいい、本当に何でもいいんで。で、引きずってって、で、これこの下にね、階段の下に敵がいるんで注意してください。まあ、普通に引きずってる限りはバレません。もうここから落とすとかそういうことをしなければバレませんから、こいつ変に音立てるとかしない限りは大丈夫で、ここまで持ってきて落とします。さようなら。あと脱出するだけ。はい、これレベル2完了。
レベル3いきますか。でレベル3はアイロン取ってこいつ気絶。はい、一緒。ただターゲットがもう一人増えましたっていう。やばいやばい。で、さっきは、まあ、1のターゲットで2のターゲット、まあ、3のターゲットがいるとして、これ1のターゲットじゃないですか。でさっきレベル2では1のターゲット2のターゲットってやったと思うんですけど、今回は1のターゲット3のターゲット先に行ってから2のターゲット1、3、2っていう感じです。1、2、3ではありません。まあ別に1、2、3でもいいんですけど、まあ多分1、3、2の方が簡単かなっていう。なぜかというと、この落としてすぐこっち側行くんですよ。これ同じ階なんでこっちの方が多分やりやすいですね。でカードキーを取ってください。カードキーがいります。で出て階段1個上に上がります。ですぐ右、まあ画家がターゲットなんですよ。でここ鍵かかってるんでこじ開けて、で中にターゲットと、ターゲットじゃないやつがいるのでコインを投げます。で気をそらして先ほどの、銃を装備、まあ、チョリンからザガンで構いません。まあ、どうしてもそういう武器持ってないって方は普通に魚とアイロンコンビでもいいです。はい、一発撃ってさあかな。でこれね、引きずってこのままエレベーターシャフトから落とすんですけど、落とすときに、奥から見られないようにだけ注意してください。注意しなくちゃいけないやつは2人いて、1人がそこの正面にいる女で、もう1人が左側にいる人なんですけど、このタイミングで行けば多分行けます。 あそこにいるじゃないですか、立ってるやつ、青色の服ってる、あれもあれに注意しなくちゃいけません。でこのままさっきのですね、これ伝って上に行く。はい、もうここから同じなんで早送りします。ご視聴ありがとうございました。ヒットマン、3ムンバイのエスカレーションでした。ありがとう、また次回。